今回の動画では、キャンメイクのね、あの、新しく出たラメのやつ、ラメだけしか入ってないやつを友達にもらったので、そちらを紹介していきたいと思います。今回ね、シルバーも、えー、とゴールドも両方もらったので、まだ使ってないんですけど、開けただけで。なんでね、こちらもね、あの紹介して、実際に、ね、まぶた今日はラメは一応今んところついていないので、実際にこの化粧に つけててててみたたととかかしてどんな色な色ののっいいいいうのを見ていきたいと思いますでこちらなんですけれどもパッケージに書いているのが重ねで使える透明アイシャドウをブラウンが02番でシルバーが01番ですねで輝きだけをのせるっていうことでどうだろうこう見たらこっち側が小粒のラメでこっち側が大粒ラメですねこちらも同じようになっていますじゃあまずね01番の、えっと、シルバーの方から開けていきたいと思います まあこれに関してはね、開けてもこれだけで、特にミラーがついてるとかも、ブラシがついてるとか、チップがついてるとかもないです。見ただけでわかるぐらい、こっちは、まあ、細かそうやなと、こっちは、なんかこう、ザクザクギラギラした感じなんで、まあ、大粒のラメなんだろうなっていうのが見ただけでわかるかなと思います。まあ、でも、わかるかなって思います。私的には結構目視でわかる状態ですね。じゃあ、こちらね、えー、っと、小粒ラメと大粒ラメ。 手の甲に塗っていきたいと思います。まずはね。指に立ると、これ小粒の方なんですけども、こんな感じですね。結構かなりがっちりつく感じです。手の甲に乗せると、結構ね、透明アイシャドウって書いてあるんですけども、ラメがいっぱいありすぎるので、そう透明には見えない。結構白い、なんかシルバー系のシャドウ塗っとんかなっていうぐらいラメがあります。まあ、あの、ぼかしたらね、多少マシになるのかなと思うんですけど、かなりね、ツヤツヤのキラキラになりますね。今度大粒か。大粒の方いきたいと思います。 大粒の方は触ると結構ゴリゴリした感じが若干ありますでも見てもらったら分かる通りさっきよりもがっつりねザクザクつ,ついてるような気がしますでは手の甲にのせていきますね手の甲にのせるとえっと上側が大粒なんですけれどもこっちの方がいっぱい光るかなっていう大きいからそれだけ光を反射するところが多いのでいっぱい光るかなっていう印象はあるんですけどもパッと見たらねそんな そんんなななに大差ないんかっって思ったりします、まあでもよーく見るとあのねまあこっちの方があの一粒一粒が大きいようなこっちがちょっと細かいようなねあのそんぐらいの差ですなけんがっつり光らせたいっていう人は上使う上というか大粒ラメの方使えばええしあのまあ控えめにあのちょっと。 まぶたにツヤ感出したいとか、ちょっとピカピカさせたい涙袋っていう人は、あの、小粒ラメの方使えばいいと思います。夜とか遊びに行くためのメイクっていうんだったら、大粒ラメでね、ギラギラさせたら可愛いんじゃないかなと思います。あと夏とかね、夏は結構ラメって人気じゃないですか。なので、そういう時に、あの、目立ちたいメイクとか、押したい場合には、大粒ラメの方をつけてね、がっつり光らせたらいいんじゃないかなって思います。じゃあ今度、 こちらのゴールドの方ですね。使っていきたいと思います。ではこちらも骨ブラメの方からやっていきたいと思います。じゃあ小ブラメ取っていきます、うん。やっぱこっちの方が滑らかな感じ。ゴールドの方はこんな感じです。がっつりゴールドですね。これは。シルバーは白って感じだったんですけども、こちらに関してはがっつりゴールドです。じゃあ塗っていきますね、うん。なんかもうこれ、こういうシャドウなんちゃうかなっていうような発色じゃないですか。なんか透明アイシャドウって感じではない。でもかなりツヤが出るので、 このゴールドの方に関してはブラウンのシャドウとかの上にのせたらねあの合うと思いますこっちのシルバーはね今日の青いメイクとかにのせた方がいいと思うんですけどもやっぱののの色色ととと上にのせるラメの色は合っとった方がいいと思うんですよ例えばブラウンのメイクしてる時にこのシルバーやったら結構色が飛んであの白寄りになってしまうと思うんですよせっかくの綺麗なブラウンとかもなんでそういう場合はこっちのゴールドを塗った方がなじむと思うしこういうメイクの時はブラウン というかこういうゴールド系のラメをのせてしまったらちょっとそっちにやっぱ引っ張られてくすんだ感じの発色になってしまうのでそういう時はこっちの白系でねあの合わせてあげたらいいかなって思ったりしますこれに関してもね細かいラメで綺麗に光ってると思いますじゃあ次大粒ラメの方ですね大粒ラメはやっぱり粒が大きいので指に乗せてもねあのシワのところに隙間ができるぐらいありますでもさっきよりりかかはかなりね 金箔みたいにピカピカしとるかなと思います実際手にのせてみるとこんな感じですねやっぱり大粒の方が光を受けてしっかりとキラキラするような 感じがありますであの若干思うのが小粒の方はあの粒が小さいから結構指でサーってやっただけでなじ,なじむっていうのかなあの浮いた感じとか塊とかがなくて綺麗に伸びてくれるんですけども大粒の方は見てわかると思うんですけどもこの辺とかこの辺とかみたいにやっぱ粒が大きいのでこう重なり合ってしまったりとかして結構ねダマになってしまうところが多いような気がするのでそれに関してはねしっかりあの指でなじませてあげたりとかまあこすりすぎるとね メイク下のも取れてしまったりして大変なので、まあ、優しくねあの綺麗になじませてあげないとちょっとなんかまあポロポロ落ちてきてこの辺にラメがピカピカしたりとかそういう厄介なことになるんじゃないかなという印象ですじゃあねあの今回なんですけれどもせっかくなのでねまぶたにのせていきたいと思いますでもさっきも説明したんですけども今日みたいなこういうねあのどちらかといえばゴールドよりかはシルバーの方が似合いそうなメイク下まぶたも 白っぽいラメがついてるしまあそういう場合にはシルバーの方がいいので今回はちょっとシルバーのラメを実際まぶたにのせてゴールドはねまた今度違うメイクの時にねあの一緒にのせていけたらいいなと思うので今回はあの申し訳ないんですけどもシルバーだけまぶたにのせてていいきたいと思います目目頭側側ににララメメをを塗塗っっ尻大ていきたいと思います。 まあ、あまりね塗りすぎるとギラギラしすぎると思うので、まあ、ちょっとだけね調整しながらやっていきたいと思いますこんな感じですねのせたら既、まあ、になんかこっちよりかはかなりピカピカすると思います小粒ラメだけのせたんですけどねじゃあ次大粒ラメを目尻側にのせていきたいと思いますこれが、ね、危険あまりのせすぎると はい、目尻側に大粒ラメのりました。まあ見てはまあ、そんなにわかるんと思う。ちょっと色は薄くなるけど、これはこれで夏っぽくて可愛いかなっていう印象ですね。まあ、目頭側細かいのでキラキラツヤ感って感じで、目尻側はね。ラメが大きいので、結構ギラギラした感じになると思います。多分これがベースになってくれるので、もしこれで色がアイシャドウの色が薄くなりすぎたと思ったら、この上からね。もっかい同じ色のせたりとかしてもいいと思います。 ちょっとこっちの目はね今こんな感じですちょっとウィンク下手なんでねちょっと見にくいと思うんですけどこちら目塗ってなかったらこんな感じですね画塗ってるとこんな感じで全然ツヤ感は違うと思いますじゃあちょっとねもう こっちの目にもラメのせていきますで目頭は結構光らせたいので大粒の方にねちょっとポンポンとのせていきたいと思いますもうせっかいラインのとこに、ね、こんな感じでじゃあねまぶたこんな感じでピカピカになりましたちょっとね色が薄くなったのでこの上このラメの上からシャドウをね軽くのせるとどういう風になるのっていうのを実験したいと思いますこの青いやつはこれでのせたのでこれでねあのこちらのパーフェクトスタイリストアイズのブルーのカラーを 乗せてていいいきたとと思いますすやっっっぱラメのツヤ感感はちょっとだけ残るって感じですねこんな感じで、まあ、こういう重ね付けとかもポイントになってくるかなと思いますかなり可愛いですねシルバーゴールドも可愛いと思うんですけどもで、まあ、若干残念なのが、まあ、当たり前なんですけれどもこの上からさっき青のシャドウをもう一度重ね直したと思うんですけども、まあ、こういう風にね筆にラメつきますそういうのは 注意してた方がいいと思うけどまあ若干あのメイク落としシートタイプのメイク落としてねパッパッてやったら綺麗に抜くのでまあ、そこら辺はね自分のやりやすいようにしけばいいかなと思います、はい、じゃあ今回の動画ではこちらのキャンメイクで新しく出たもう出てから結構1ヶ月ぐらい経たんかなやと思うんですけども、まあ、こちらのねジュエリーシャドウベールの01番と02番の色味と ま,あ実際まぶたに塗ってみた感じを紹介してみました。じゃあね、今回の動画が面白かった、参考になったと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それからね、Twitter や Instagram、ツイキャス7なんかもやっていますので、もし気になった方は、ぜひね、フォローして、あの仲良くしてくださればと思いますで。質問やリクエストなんかもいつでも募集しておりますので、何かございましたらコメント欄に記入してください。はい、それでは今回も動画、最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。